夏見窓かは、北海道阿波知り市出身のクロスカントリースキーの選手。阿波知り市立、第一中学校、旭川大学高等学校、日本大学分離学部体育学科卒業。少女時代は冬にスキー、夏に陸上で活躍していた。小学生時代、北海道テレビの元局アナの堀江直美と同じ大会で走ったことがある。 日本大学を卒業後に、父安入業に入社したが、同社は、レジャー事業の失敗によって、多額の負債を抱えてしまい、再建のために所有していた芸北国際スキー場を売却することになり、練習場所の確保が困難となった。そのため、高校時代の恩師を、頼り2004年9月に、JR 北海道に移籍した。2008年2月27日、 クロスカントリースキーワールドカップストックホルム大会の女子スプリントクラシカルで3位に入り日本のクロスカントリースキー史上初めて表彰台に上る快挙を成し遂げた2010から2011シーズン後翌シーズンから全日本スキー連盟の強化指定選手を外れて第一戦を退くこととしたその後2014年ソチオリンピックの技術スタッフを NHK 教育テレビジョンのソチパラリンピックのクロスカントリーの大会2日目と9日目の解説を担当した。2017年10月から1年間、全日本スキー連盟の理事となった。JR 北海道を退職後、現在は国立スポーツ科学センターに勤務している。ありがとうございます。